さあ皆様こんにちは、リアム・アレクサンダーでございます。ということで今回もですね、 MLB ザショーの実況をやっていきましょう。今回はですね、あ、そうだ、前回の話しなかったね。ですね、3試合ほどここちょっとプレイしたんですけど、取ってたんですけどもですね、ここの3試合がですね、取れてませんでしたすいません。まあ、結果としてはですね、1本ホームラン打ちました。1本ホームラン打ちまして、トリプル、サードベースっていうのスリーベースか。スリーベースもですね、1本打ちました。あ、スリーベースは、ね、1本打ったよね。で、ホームランも、1本。ホームランどこ？あ、1本打っておりますね、ここ。で、打率としては2割0分6厘です。WA ではね、3割7分2厘残してますから、まず3割目指して、頑張っていきましょうということで、本日も早速今日はね、ここの2試合行きたいと思います。では行きましょう。わあ、びっくりした。はいはい。遺跡ね。まあ、関係ないね。さあ、3番ファーストレース行きましょう。さあ、やっていきましょう。スカイソックスはあれだね。どこだっけ。あれ、ブリュワーズかな。ミルウォーキーのトリプレーだよね。懐かしいな、俺ね、個人的にやってる時のように、ミルウォーキー入ったんですよ。フォーシーム、チェンジアップ、スライダー、ツーシーム、OK。とりあえずね、ヒットを打ちます。1日に2本ぐらいが目標です。OK。見極めていきましょうね。見極めていきましょう。どうですか？うわー、切れたか。うわ、惜しい。ちょっと早かった。チェンジアップ。うわー、もったいないな。今のヒットに出てきたな。うわ、これは超えないね。くそー、1打席目はダメか。次頑張ろう。来ました。うわ、ボロ負けだな。フォーシーム、チェンジアップ、スライダー、ツーシーム、さっきと変わんないね。うわ、外してくるか。スピード87のスチール90だから結構速いね。うわ、警戒せんな、本当に。ワンアウトが一番走りやすいカウントだな。詰まった、どう、行く。うわ、全然行かない。まずい、ちょっと打ち上げすぎ。うわ、2打席凡退はよろしくない。今の多分ボール球だよね。秋のり原さんですよ。秋のり原さん、こんにちは。これゲッツーだな。よし、はい、カモン。はい、OK。さあ次は567、まだ回ってこないから。あ、来た。うわ、チャンスだね、これ。これ待って、ホームランで同点じゃん。打つよ打つよ、ホームランで同点。だうわ、なんでそうなっちゃうんだろう。タイミング早かったの。待って、1本も打ってないじゃん今日。マジですか。うわ、いいとこなんだよな。オッケーオッケー、もう打つよ。フォーシームスライダーカーブね。ピッチャー変わったね。あー、今走ったな。くそ、高めなんだよね。フォーシーム95マイルか。ファストボール早いな、95か。そんなでもないのかな。あー、タイミング早いよ今度は。うわー、2球で追い込まれたな。どうだ、おっつけた。マジか、ゲッツーとか。嘘だろ、おい。なんでこんな打てなくなっちゃった。ちょっともう一試合いきましょう。うわ、何、どうしちゃったの。なんで急に打たなくなったの。
頼むよ。よし、打つよ、今度は。2試合目。もう全打席ヒット打つつもりでいきましょう。全打席ヒット打つよ。フォーシームスライダーチェンジアップ通信の OK。ランナーがいるの、嫌なんだよね。ランナーいないときに打ちたいな。どうだ？ああ、取るか、お前、それ。そう。アントニオ、ちっちゃいな。いやー、こうやって打っててない時に守備やるのがなんかちょっと嫌な感じすんな。打ちたいんだよね、早くね。とりあえず結果残したいからさ。ね、頼むから。これピッチャー入るかな、カバー。入るね。はい。ほい。ナイスキャッチ。さて、またいるよ、ランナーも。いらないよ、ランナー。まあ、とりあえず言うと、まあ、打点のチャンスだからね。よっしゃ。さあ、ホーム行け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 。ナイス。はい、素晴らしい。よし。オッケー、とりあえず結果残った。うわ、あやらホームラン打ってんの。ツーアウトだから、まあ、打ったら走ろうか。おお、見逃し三振。低くなかった、今結構。ボールじゃないの。まあしょうがない。さあ来ました、3打席目。また同じような感じだな。打つよ。結果残さなきゃ。まあ早い早い早い。チェンジアップか。早い。いや、ここでフォーシーム欲しいな。タイミング合うと思うんだけど。だからさ、スライダーじゃダメだよ。そういうんじゃないんだよ。あ、チェンジアップか。チェンジアップか。いや、変化球多いな。次、フォーシーム来ないかな。うわ、スライダーだよ。ちょっと今のは俺が悪かったね。フォーシームにこだわりすぎたせいで、狂ってしまった。オッケー。また秋のり原の守備されてる。やべ、逆だったナイス。うわ、セカンド、セカンドやるな、お前。ありがとう、俺のミスを帳消しにしてくれたよ。あ、待って、追いつかれてない。結構ツーシーム、カーブ、シンカー、スライダー。よし、2安打目打ちましょう。早い、タイミング合ってるな。でもグッドだな。うん、なあ、早いんだよね、今カーブだね。いやー、分かってないんだよな。フォーシームにどうしてもタイミングが合わせてしまうんだよな。よくないな。変化球の方が打ちやすいのに。うわら、正面だよ。これで正面なんだよな。治らないな、ちょっとフォーシーム癖が。ちょっと広く見よう、いろいろね。変化球とかさ、球種はいろいろあるんだから。もう1試合いきます。これまだプレイゲームネクストゲームできるかな。あ、できるよ。よし、さあ行きましょう。またスタメンだね。さあ今日こそは2本打つよ。今日こそは2本打つ。お尻が痛くなってきて、座りすぎて。エラーしないようにね、しなきゃね。OK。はい、アウト。スリーアウトか。さて、回ってきますよ。いますね、相変わらずいますね、本当に。打つよ、絶対打つ。フォーシーム、カーブ、ツーシーム、チェンジアップ。打とうと思えば打てるから大丈夫。ねえ、マジかよ。何がいけなかったんだ。うわ、うまいな。何がいけなかったのかさ、しっかりさ、原因をちゃんと測ろうぜ。今のは何が悪かった。アーリーだからスピードが速すぎたね、ちょっとね。抜けろ。いや、足で稼げる、これは。うわ、スローイング早、お前。あれ、打てないな。トリプル A に来て、なんか急によろしくなくなってきたね。どうしちゃったんだろう。焦ってるよね、気持ちがね。余裕を守っていこ
間に合う、ナイス。さあ、そろそろね、まだか、そろそろ打たなきゃいけない。はい、ダイビングキャッチ。カバー入らんのかよ、お前。 OK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 、 いいとこ見せたよ、守備ではいいとこ見せたから。待って、 0-0 じゃん。見よっか、初球を俺打ちすぎたんだかもしれないね。初球打ちすぎ、そうそう、見よ見よ。91マイルでしょ、更新全然速くな、な、ないから、大丈夫。初球をまずに制球な、そうそうそう、制球なんだよ。カウントがピッチャーに悪くなればなるほど打ちやすくなる。うわ、マジか、もう走るのもいい、もう大変だしな。うわ、マジですか、もう回ってこないね、これね。うわ、サヨナラチャンス、ホームランしかないでしょ、ここは。フォーシームチェンジアップスライダー通信、ホームランしかないよね、ここね。おい、ちょっとね、変化球にタイミングが合わせよう、スライダーチェンジアップぐらいにね。よっしゃ、 OK、 OKOKOK、 とりあえずチャンスを広げた、チャンスは広げたけど、もうツーアウトだよね。うわ、外角引っ張ったね。よし、チャンス広げたよ。うわ、打ってくれよ、俺勝ち越しのランナーだからね、俺サヨナラのランナーだからね。おい、何三振してんだよ、人のこと言えないけどさ。ああ、終わっちまった。いやー、1本か。でも最後によく出たのは良かったね、ヒット1本ね。4-1、ちょっとエアコン入れます、暑いんで。さて、成績としては1割9分6厘。ちょっと次回から頑張ろう。で、制球難が悪いんで、制球難を良くするためにこれあげよう。23、よし、こんなところでいいでしょう。ということでですね、次回ここの2試合いけたらなと思います。ということでですね、今回ちょっと長くなったね、3試合いきましたけども、打率としてもね、ちょっとよろしくない感じになってきました。頑張りましょう。ということで、皆さんも今回もご視聴ありがとうございました。Twitter の ID 概要欄に書いてあります。ぜひ Twitter 検索してフォローしてみてください。ということで、次回のですね、MLB ザショーの実況でお会いいたしましょう。さよなら。